こういう中傷・愚症の人気サイクルみたいなのって、うん、何十年周期みたいなのが、ね、なんかどのぐらいなんですかねわかんないんだけどさこも,まあもうちょっと乱暴なあれかもしれないけどさやっぱさ景気がいいときはさ中傷が来るよあ、そうですか景気は景気悪いと、うん、景気悪いとやっぱり愚症が強くなるよねえ、えー、なんででしょう だってほら<い>ピカソはさ結局あのキ,ュキュビズムでバリバリやってたけどさ第一次世界大戦でカンワイラーっていうあの画商がいなくなっちゃってでしかも不況が来て売れなくなってそれで新古典主義の時代に入るじゃん具象的な絵描き始めて初めて売れるんじゃんピカソはあれで。あ<ー> <laughs> まあそそそれれまでもそこそこ売れてたけど 初めてすごくれるわけじゃん時代であのそ,んなその次今度1929年にさ世界大恐慌が来て1930年代がやっぱ絵画冬の時代なわけじゃん,んでそこをゆ平然と生き延びた唯一のが貝ゆとりろだっていうんだよ。へーそれはだってめちゃめちゃ絵はがきみたいな絵じゃん<ー> <laughs> ゆとりろ やっぱり分かりやすい具象的な絵が不景気の時には強いみたいな傾向はなんとなくあるような気がしないでもないけどね。気持ちに余裕があと経済的な余裕がないと、うん、抽象的な絵をんか買おうとかそういう気にならない分かんないけどな,なんとなくそんな傾向はあるような気がするけどね。 イケ,イケイケの時の方が重症とか買いやすいよね、うん、なんとなく <laughs> 気持ち的に <laughs> あの。五郎さんがご自身で絵を購入される時ってそういう波とかありますかうん俺そんな景気いい時もなければ悪い時もないからね <laughs> そこでは変わらないね。かその時の自分の好みの変化っていうのはあるけどね。うん、中傷が が来てるみたいな時ってあります。ああるあるある。ありますか、うん。うんすごいあるある。うん、あのこの事務所だと結構愚痴多いやつ。だからもう愚痴愚痴重いなって思う時あるもん。<laughs> <laughs> あとホワイトキューブみたいなところで抽象がに囲まれてたいなって思う時あるもん。<laughs> はあどんな時重いと感じますか。抽 <laughs> <laughs> <具>象が <laughs>。夏。<laughs> <laughs> <laughs> 暑 <夏 S 2> い暑い暑いい時,い時は暑い時は何か中傷の方がい,いなって思うかないですかね